はい、それでは引き続いて4番をやっていきます。4番、方程式 x-7=3/4x-9 を解きなさいという問題です。それではやってみましょう。さて、これですね。でまず方程式は天秤が釣り合うように左の辺と右の辺がこうちょうど同じ、価値ということで同じ値ということで釣り合ってるんですね。でそうすると同じ釣り合ってるものを例えば2倍しても3倍しても釣り合い続けるんです。ということで ここに分数が3があるのがちょっと計算しにくいので両辺にかける3をします。かける3、まあこれ、まあ頭の中で考えればいいんですけど両辺にかける3します。でそうすると3 × x-7 ですね、イコール、まあ、これカッコつけてもいいんだけど、まあ 4x-9 ということになります。じゃあその次に分配法則いきます。こう 3x-21 イコール 4x-9 ですね。さてじゃあ x を左辺に移行しますね。この 3x 移行するから符号が逆転しますよ。-4 でこれ -9 が右辺に残り、これをこっちに移行するのでプラス21になります。まあ、これ移行していいですか。移行してるのでこう反対側の辺に行くときには符号が逆転するんですね。これを忘れないでください。じゃあそうすると今度 3x-4x なんで -x イコール12ですね。ということは x は -12、 これが答えですね。はい、方程式の答えは x イコール何々という形になります。それでは次5番、これ中3で学んだルートの計算です。このルートの計算って結構苦手な人が多いので丁寧に説明しておきましょう。でルートの計算はまあこれからまずやり方を説明してからやっていきますね。でルートを含む計算の公式なんですが、ルート a かけるルート b の時にはまあ、同じルートと屋根の中に入って AB とすればいいんです。例えばルート2かけるルート3はルート6ということになります。屋根の、ついたもの同士が掛け算すると、まあ、お互い同じ屋根に入る、まあ、この屋根みたいなこのルートの記号の中に入るんですね。でただこの屋根の外と中の世界は別の世界なんで決してそのまま掛けちゃいけない。これ掛けちゃう人がたまにいるんですけど、外にある2と中にある、屋根の中の3はかけてはいけないということでこれはダメです。で次同様に割り算の時にも、こう同じ屋根の中に分数として表現できるということですね。同様に、屋根の外にある4と2を、こう計算くっつけちゃいけないということです。これもそうですよ。例えば12と2は屋根の外の世界なのでルートの数じゃないのでこれは6分のと訳してもいいんですけど、6とルート3は決してこの後訳分してはダメなんですね。これ間違いないと思います。で今の話をルートの数を文字ルートの中を異なる数を異なる文字と考えると文字式の性質に似てます。つまり文字式の場合これは計算ができるけれど、例えばこれ x と y が違ったら計算できないで、あと数と x というのもそれ以上計算できないですね。だからルートの世界は文字式と x とで x と y とか普通の数と違うように決して交わってはダメだということですね。じゃあ次もっとこれ計算にとって大事なことなんですが、ルートの中に2乗の数があるとこの2乗の数はルートの外に出るんですね。だってルートというのは2回かけてその数になる数なんだから、こう例えば
あの4は2の2乗です。ということは、2回かけて2になる数が2つあるんだから、これ2になりますね。で、ルートの中の9の数は3が出てます。で、そういうふうに、例えばルート12だったら 4×3 だから、この4の部分は外に出るんですね。で、9の部分は外に出るという形になります。で、次に、分母の有理化という考え方があります。分母の中にあるルートはそのままだと計算しにくいので、分母の中のルートはなくそうというふうことをするんですね。でその時には、分母にあるルートと同じ数を分子分母両方に同じものをかけます。でそうするとこれは A になりますね。で ここは分数になってくれるということです。で具体的に言うとルート3分の6というのはルート3かける分母はルート3かける3で、これ6かけるルート3で、これが3分のこれが3になって、6で約分できて2ルート3ということになります。はい、まあここまででいいでしょう。それでは実際にやっていきましょう。で、このルート50ルート50プラス6ルート2マイナスルート2分の14で、計算しなさいということはこうどんどんとまとまって簡単な数に近づきますよということなんですね。だからこれなんかルート50と、全然ルート2と違いそうなんだけど、これ最終的にだんだんまとまってくるはずなんです。で、そのことを意識してるとこのルート50というのがうまくルート2につながらないかというのをちょっと考えてみますと、ここですね、もう一回写しますよ。ここ 25× 何は25というのは5の2乗なので、これ 5の外に出てくる。2550どうですか。これはこうなんですね。丁寧に書くと 25×2、 まあこれはそのまま残しておきましょうね。プラスちょっと有理化は後でやるのでそのまま残します。そうするとこれが ルート25の部分が外に出て5ルート2になります。これはいいですね。プラス6ルート。さて次に有理化を挑戦してみましょう。で、有理化はさっき言ったように分子分母に分母にあるルートと同じものをかけるんです。まあちょっと青で強調しておきましょうか。分子分母にルートをかける。まあここ省略してルート2。さてそうすると、まあここはもう計算済みだからいいですから、普通の黒に戻しますと。で、これルート2かけるルート2ですので 2分の2なんですね。14ルート2になります。さてそうすると5ルート2足す6ルート2いく、これ2と14が約分できてマイナス7ルート2になります。で、そうすると、どうですか。17引く7なので4ルート2ということになります。まあこれが答えということになりますね。4ルート。じゃあ最後6番因数分解の問題いきましょう。因数分解 2x 乗マイナス32を因数分解しなさい。で、因数分解というのは、これを掛け算だけの形に直すということです。で、ですからまず 2x 乗マイナス32はまず2でくくることができます。そうすると 2x 乗引く16になります。で、因数分解の公式なんですが、こういう a 乗引く b 乗は和と差の積ということになります。2乗のこうですね。これ重要な公式で、
ワットさんの積は2乗の差というんですけど、こういうこれちょうど2乗の差ですね。これ実は、丁寧に書くと x 乗マイナス4の2乗ですので、でこれはこの形にそっくりですね。つまり 2x 足す 4x 引く4ということになります。はい、でこれが答えですね。まあ、まず第1問こんな感じになります。できなかったことがある人は後期に向けてしっかりもう1回やり方を確認してください。で、私は途中で説明したところ、もう1回見返したい人はYouTube ですので、先に戻って止めてじっくり見ることもできますので、ご覧ください。それでは1問お疲れ様でした。